皆さんぜひあやとりファンで埋め尽くしてくださいまあそんな冗談は置いといてです。たくさん来てほしいですね。ちょっとそうやってあやねちゃんに会いたいとかさ言わないで、私にも会いたいって言ってくれないとさ、さすがにそういうのはいい気しません。私は半切れ、いい気しません。しかも日曜日ですからね、皆さん。あやとりと鳥ももどっちが好き？それ私に聞く質問じゃないし、しかも私に聞く質問じゃないから、ファンの人に聞いてもらっていい？2公演です、なのでよろしくお願いします。そう、セリも治ったけど、あのセリ治って急に初日っていうのがちょっと怖いとこあります。だってセリをだって 2,3 年やってなくてちょっと怖いけど、まあやるしかないよね。やるしかないんでやるんですけど、いやーぜひちょっとたくさん私のファンの人がいるってことを期待して楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。いや当たるでしょう、さすがに当たっててほしい、ファンの人いないと寂しいから、どっちもたくさんいてほしい。よろしくお願いします。美味しそう、バナナシュークリームだって。なんかいい匂いしとこう。はい、確かにほぼ K なんですけど、なんでほぼ気になったか私も分かんないです。私が別に頼んだとかじゃないですよ。そう、まあ、多分そうなっちゃったんですけど、まあ来てください。まあ曲は全然違うんでね、2公演とかそもそも久しぶりだから、ちょっとそこはドキドキですけど、ぜひ来てください、お願いします。申し込みよろしくお願いします。ということで今日もたまたまなんですけど、寸劇、僕隊は寸劇ないと思いますよ。今日はガチャガチャを見つけたのでガチャガチャをやりました。恒例の服部ゆなガチャガチャですね。今日は1回で収めました。めっちゃ可愛いよ、います、じゃん。シナモンとひまわりのやつです。もうこのコードのやつちょっと邪魔すぎて全部あのテレビの方にあるんですけど、可愛くない？これ、あ、これでも結構頑丈ですね。めちゃくちゃ可愛いんです、シナモンとひまわりです。そう、
なんか1回で収めちゃった今回は珍しく。かわいいよね。あったんです。だから集めたかったんだけどちょっと我慢しました。でも劇場行くのが本当1ヶ月ぶりとかだから、皆さんからのお手紙があるのちょっと楽しみに。みんなお手紙書いてくれてます最近。ちょっと楽しみにしているんで、はい、よろしくお願いします。本当だって、みつほの卒業公演以来だから1ヶ月、もう8月結構バタバタしたんでね、なんですけど、そうだから今日も自主練してって感じでしたね。朝洗顔のやつを買いました。手とか青のらしい2ポンプくらい変わる、はい、洗顔です。2日間くらい自主練してたけど、でも今日は立ち位置つけたからオープニングだけ立ち位置ついてやって、あとはちょいちょい起こしてって感じで、でもまだまだ全然曲があるからちょっと今週で詰めないとなって感じです。ユニット何かなってみんな楽しみにしておいてください。みんなの希望に添えるかどうかわかんないですけど、竹内先輩めっちゃむずい。なんかサビがなんか追っかけたり追っかけなかったりするんですけど、そこはなんかむずい。ラビュー、もう分かんない。そうだよね。だからめっちゃ前に僕隊見た人とかもいるだろうし、僕隊初めて見るよって方もいると思うんですけど、でも私は結構好きな公演ですね。のでユニット頑張らないといけないですね。
テロップ入れた。そっか、あとコンサートのなんか登録が出たんですよね今日。でも結構当たってる方多くてあれだったんですけど、どうでしたか？もうすごい、やっぱ3日間あると当たるもんですかね。全部当選って逆にすごい。やったねー、疲れた。でも今日全然踊ってないんだけどね。ほうじ茶はマジでもう売り切れてて、私は飲めてない。ずっとここ、何日間くらい飲めてないんだろう。もうずっと飲めてない。でも起きた時に眠って思ったからきっとまだ眠たいんだろうね。でも明日ちょっとゆっくりできそうだから、ちょっとだけ多めに寝ようかなって思ってる。本当にどこに売ってんの？東京のほうじ茶売ってる場所逆に教えてほしい。そこまで駆けつけるから。いや、なんかモバイルオーダーでめっちゃ探すんですよ、いろんなとこ。もうでもどこも売り切れてて、え、もう終わりなのかな。でも売り切れ次第終了でさ、もう売り切れてるから終わりなのかな。誰か知ってます？誰か知ってます？え、どこなら売ってんだろうね。神奈川はある。なんでちょっと田舎探してみるね。じゃあ23区出たらあるとか。もうさ、いやないよ。あ、そっか、これ23区だからか。になっちゃったから急に選べなくなっちゃったよ。ちょっと。ああ確かに田舎だと売ってるね。なるほどね、田舎だと売ってるわ。ちょっと田舎。結局交通費かかっちゃうならなんか、ね、意味ないやってなっちゃう。え、もう一回聞いとくわ。みんなあのユニット僕と何が見たいですかって。あの、いや、希望に添えるかは別としてだけど、もう決まってるし。それでも一切匂わせしません、今回のユニットに関しては。1100、普通に希望を言ったけどスタッフさんが決めたので、そう、スタッフさんチョイスって感じ。12、まあでも確かにいい曲多いよね。
匂わせません。でも別に出てないよね、どれやるとか匂わせ出てないよね。のでまあ楽しみに。メンバーで憶測でもさ、多分出てる人めっちゃみんななんかいろんなポジションやってるんでしょ。だってまなみにゃんとかポジション3つくらい覚えてるって言ってた、僕隊だから。あでも僕隊の中だったら、あなんかひまわりはなんかイベントでやって、あの夏止めで、アイドルは結構前になんやってます、1回だけ。何周年記念公演でやってます。ポジション予想も絶対逆にむずいと思うからいいですね。そうだからシンポジの人ももしかしたらいるかもしれないし、私は誰がシンポジとか分かんないんで、みんなも大変そう。まあ楽しみにしておいてくださいな。歌を覚えないと上手が下手がいいかも分かんないから、それも分かんない私は。でもなんだろう、 K みたいになんだろう偏ってないです。めっちゃなんだろう、ポジションがもう全部平等になってる、伝わります？そう、平等になってるから、僕隊はK は結構なんだろう、ポジションがそんな高くないんで端っこが多いんですけど、なんか逆に上手か下手かも教えない方が良かったりするのかなとか思ったりしてるけど、そこは教えた方がいい。まあ考えときますわ。でも本当に私ビンゴも僕の太陽も大好きなんですよ。めちゃくちゃ本当中盤がね一曲も知らなくてびっくりするくらい。でも一曲もなんか笑う曲じゃなくて、竹内先輩ちょっと笑ってんのかな、個人的に好きな曲。ワンツーワンツースリー、チャイムなったら学校飛び出し、レッスン場に通い続けて、楽しみに。夕日もいいよね、夕日も大好きから歌を覚えつつって感じですね。まだちゃんと覚えきれてないので、さあカラオケ配信するかね。ね、なんかしかも僕隊って結構曲中に衣装を脱ぐのが多くて、ですね、そこもまた見どころですね。ねえビンゴ好き、ビンゴを歌っても別にポジションバレしないからビンゴを歌おうかな。でも最近もビンゴ歌った気がする。iPad でカラオケするとバグるのがちょっと嫌ですね。
いやビンゴ好きすぎてねえバグる、めっちゃバグる。ビンゴ好きなんだよね、わかります、すごい。え、前も歌った？まあ、いいか。ああ、坊ちゃんでもやったよね。ビンゴめっちゃ好きかも。ビンゴでした。ビンゴでした。なんか卒業公演でやりたい曲多すぎて困っちゃう。困っちゃう。わかる、ビンゴからの太陽ってめちゃくちゃいいよね。何歌おうね。卒業公演は常に考えてるよ、何歌おうかとか。もうなんか自分でめちゃくちゃお金出すからめっちゃ豪華にしたいくらい。逆に舞台公演ってここにいっぱい入ってんの？そんな入ってない？この後知らない曲とか結構あったから。そんなことないか。何歌おうかなー。最近何歌ったっけ？波乗りかき氷とかも歌った？歌ったか。あんまね、入ってなさそうだった。え、わかんない。卒業公演は自腹じゃないですけど、もしちょっと経費がって言われたら、あ、自分で出しますっていうくらい、ちょっと豪華にしたい。ちょっと経費が足りないですねみたいな感じになったら、画面暗くなっちゃう。いや、じゃあ言われたらの話、わかんない。言われるかは私はわかんないけど、もし言われたら、いや公演時間も長くしたい、いっぱいやりたい。でも普通の公演やってから卒業公演もしたいし、難しいよね。確かに、なんか最近歌う歌が一緒な気がする。自分が曲聴かないってのもあるけど、なんかないですか、曲のリクエスト。私今知らない曲ばっかだな。いや、ドレスは確かにちょっとお金かけたいよね。ドレスお金かけたい。
なんかドレスがこんくらいしか無理ですってなったら、あ、もうちょっと出すんで、ちょっともうちょっとお願いしますっていうかも知らないけど。最近何やったっけな、それすら記憶にない。私はやばい、みんなも記憶にない。トイプートイプー君みたい、トイプートイプーなんとかか、これ絶対一人で歌えないけど、私この曲好き。絶対多分誰も予想してない。絶対絶対みんな予想ない。じゃ家でやってた。あとももクロさん。内気な私が家で一人で踊るっていう、家に誰もいない時間に、なんだろう、やっぱさ、お金がない学生だからさ、 YouTube とかでしか、追っかけることできなかったんで、だから表題曲しか知らなかったんですよ。だから AKB 入ってからこのカップリングとかいっぱい聞くようになりました。私はそう、まあそんなもんか。そう、年齢的にもね、私は中学生、小学生だったんで、間違えた。私この歌も好きだよ。みんなも好きだと思うけど。だから本当非公式のグッズ買うしかなかったんだよね。めっちゃ好き。やっぱ劇場のね、照明はいいね。照明いいよね、結構。そう、あと本当にもう何年か前のなんか富士スピードウェイとかのイベントでめちゃくちゃ踊ってた。ラブトリップ、一旦休憩します。休憩します。でも結構エイトのイベント時代とか、YouTube 載ってるんで見てください。見てほしくないけど。
そうだ、昨日バッチコイだったんだ。全然告知してなかった。バッチコイいてくれました、皆さん。すごい、僕隊出るだけでまとめられるんですか、今って。そう、なんだ、動画は選手権みたいな、知ったかぶりをするみたいな感じです。ごめん、めっちゃ告知し忘れてたね、すいません。なんかさ、ちょっとさ、ツイッターで服部ゆなって調べて、なんか僕隊もまとめ見て、コメント欄見てください。めっちゃ怖い、なんかすごい怖い 何このコメント見て、ちょっと おもろいから見てほしい。なんか別に変なまとめとかじゃなくて、なんか何これ。ちょっと コメント読んでいい？なんかめっちゃ長いんだけど、僕がチームメイトのファンになり、コンサートまで出かけるようになったのは服部ゆなさんがいて活動してたからです。しかし富士スピードウェイでいきなり焼き鳥を食べる服部ゆなさんが間近に出くわし、びっくりしました。ネットで見ていた服部ゆなさんが焼き鳥を食べたいと、張さん、佐藤さん、左友さん、メンバーに言い放ち、僕の目の前でパクパク食べていたのは衝撃でした。びっくりして僕はさらに服部ゆなさんのファンになりました。しかし静岡のメンバーにテントでハロウィンナイトの居残りダンスを教えてもらっていた小田えりなの虜になり、小田えりなは僕のアイドル歌姫チャンピオンになりました。何これ 待って、何これ。いや、なんか意味がわからない。いや、私そんなことしたかな。富士スピードウェイでいきなり焼き鳥を食べる服部ゆなさんが間近に出くわしびっくりしました。ってことは、私が焼き鳥を食べてるところに間近で出くわしたってことでしょ。で、ネットで見ていた服部ゆなさんが焼き鳥を食べたいと、張さん、左友さん、佐藤さん、メンバーに言い放ち、焼き鳥を食べたいと私が言い放って、僕の目の前でパクパク食べていたのは衝撃でしたって、どういうこと？そんなことあったかな。でも結構富士スピードウェイってなんか屋台とかあって食べてたんですけど、さすがにファンの人の前で焼き鳥を食べた記憶はないな。あ、そう、結局推し変したらしい。でも静岡のメンバーにテントで 横道ってこと 横道にテントでハロウィンナイトの居残り ハロウィンナイトの居残りの練習をしてた小田さんの虜になったんだって。だからもう一回分析すると、富士スピードウェイで、あ、そう、チームメイトのファンになり、そう、チームメイトのコンサートまで行くようになったのは服部さんのおかげですって言ってました。で、富士スピードウェイでいきなり焼き鳥を食べる服部さんが間近に出くわし、びっくりしました。ネットで見ていた服部さんが焼き鳥を食べたいと、張さん、佐藤さん、膝友さんに言い放ち、僕の目の前でパクパクと食べていたのは衝撃でした。
あ、でもファンになったんだ。それを見てさらにファンになってくれたんだけど、しかしその静岡のメンバー横道に小田さんがハロウィンナイトを教えてもらってる姿を見て、そこで小田さんを好きになったということらしい。食べてたかな、全然記憶にないけど、もうなんか素敵なエピソードだね。推し変したんだ。この上の文章も何？何これ、怖いんだけど。妄想かな、現実かな、わからない。その上の文章もちょっとすごいんだけど。なんかちょっと面白いけど、まあまあ面白いからいいか。いや、なんか僕隊に出るってなって、なんかまとめられてて。まあでも焼き鳥食べてるアイドルなんていっぱいいるからいっか。焼き鳥好きだもん。焼き鳥好きだもん。疲れちゃった、もう全然踊ってないくせに今日。イヤホン外しちゃった。でももっと歌ってほしいよね、みんなは。きっちょっとさ、画面がバグってんで一回。また定期的にマジでカラオケはした。やっとでも今僕隊覚えるだけで落ち着いたんです。イベントとか結構あったじゃないですか。ごめん、あ、急に戻ってきたんですけど。そうから、またカラオケを定期的にやりますって。ちょっと今日はこの辺で一旦終わらせていただいて、あ、カラオケはね、シュルはまだするよ。ちょっと確かにドボンしてないから、じゃあドボンしよう。急にドボンしてない。ちょっとさ、ちょっとなんかお菓子食べていいですか？なんかお菓子ないかな。絶対賞味期限切れのお菓子いっぱいあると思うんですよね、この辺に。これ食べる。焦がしキャラメル味。お札どき。かんない。でも最近マジでスタバ飲んでないから、それそこって感じだけど。甘い匂い。いただきます。あ、これ美味かった。誰かにもらったんだけど、ピックアップガチャ出てるやん。全然言ってないんだよ、ボン。やば、私今何位なの。51位か。終わったー。やだ、51位以下なんてやだよ。
みんな50以内に入ろう。よし、カードを引きます。ピックアップむずいな。出ない。出た。キリンの私が出た。もう一回引きます。そしたらごめんね、私が頑張ってないからマジで。43分30秒で押してください。危ない、今ちょっと僕隊のユニットの歌を歌いそうになった。43分30秒って言ったよね、私合ってる。美味しいけど飽きる。閉じた。甘いのが食べたい。今すごい塩分を求めてる時はどういう時ですか。押した。誰もおらんかった。ちゃんと携帯で見た方がいいかな。この時合ってないかも。合ってるけどな。もう一回やってみる。全然終わらん。次46分15秒です。ドボンってこんな定期的に私できないんだろう。46分15秒です。ちょっとドボンするときは帰国しよう。あの時やってるはずだけどな。あ、いた。合ってるわ。じゃあ秋の風さん、ありがとうございます。でも一人だけしかいなかった。
17期の子もいるんだもんね今と。今日は長谷川ニーナちゃんに可愛いねって言ってバイバイしました。なんて話しかけたらいいか分かんない、人見知り私出ちゃう。勝てない今日なんか。次48分30秒です、お願いします。おかえりなさいで500コインくれた、すいませんね、やってなくて。早めてみようか、結構ずれてるかも。ワンちゃん時計、アップルウォッチで時計見れないっけ、絶対見れるはず、見れるやないかい。ここでこれしか見れないのか、嘘、ハルピョンと時間かぶっちゃったかな、逆にそれはすいません。次49分、間違えた、50分ぴったしです、お願いします。アプローチで見た方が良さそう、アプローチに時計入れるわ、ちゃんと見れるやつ。4秒くらいずれてるかな、1秒くらい。うわ、ちょっと早かったかも私が、すまへん。2秒、1秒くらいずれてるかもしれない、ちょっと直します。当たらんねー時計って、やっぱ携帯が一番正確説あるよ。2秒くらい早い、どっちだ、2秒くらい遅いのか。52分ぴったしです、お願いします。ちょっと遅れてやってみる、1秒くらい遅れてやってみるね。なんかもう一個の携帯充電すればいい話なのに、めんどくさくてもごめんなさい。すいません、さあ来い。ああ、1人、エビ様さん、まあでもいただけ
手だけ近いってことだよね。ずれてる。でも逆に会えてること奇跡かもしれない。54分ぴったしです。いや一旦充電するわ。これでできなかったらもうダメだから。今日あんま食べてないからお腹空いてきちゃう。食べないとなんかやる気出ない。いろいろ来い。来なかったダメだ。私が悪い。これ言って私が悪い。今携帯充電してるんでちょっと待ってください。間違えた。今古い携帯充電させてるんでちょっと待ってください。終わっちゃった。ちょいちょいこの充電早く終わっておくれ。じゃあ一旦ちょっとフリーでやってみるわ。このさ、パーセンテージに王冠がつく人は何なの？どういう人なの？お強い人？どうしたら王冠がつくの？あ、1500超えてたら王冠がつくんだ。全然超えないんだけど。もうちょっとまだ充電できないの？眠くなってきちゃった。あ、ヤスに当たった。17機しか勝たんって人もいる。ランダムでやって当たったよ。充電できた。もう時間焦られるよ。
久しく携帯さ充電切れてバグってるんだよ。終わっちゃった。次58分15秒です。お願いします。もうこれでいけます。お待たせしました。1秒くらい遅いんだな。はい、来たー、やっと来たー。みのっちアットマーク、ゆうなおしさん、しおんさん、すみれどんちょ、全員来たー、やったねー、ありがとうございます。やっとこさ来たわ、この空間。ねえ、味噌汁って冷蔵庫入れてたら何日間くらい持ちますか。くらい。2日無理無理。もうじゃあ飲まないとだ、すぐ。あ、バーストしちゃった。次10時15分です。間違えた。10時00分15秒です。10時15分は待ちすぎた。10時00分15秒です。お願いします。15分は待ちすぎた。はい、さあどうでしょうか。 YK さんありがとうございます。今日めっちゃ夕方涼しかったくない？なんかちょっと散歩したんだけどめっちゃいい気温で感動した。終わっちゃった。次2分ぴったしで押してください。お願いします。 iPad の充電がない。ね、涼しかったよな。洗濯もさ干してたけど乾いてるかな。火そんな出てなかったよね今日。乾いてるか。でも目がしょぼしょぼしてきた。しげさんと夜景、何これ、夜景なんて読むのこれ、何これ、この何これ、わかんない。天神姫さん
やけぼっくい、やけぼっくいって何っていう歌。眠い。終わりだ。次4分ぴったしでしてください。すごいずっとぴったしばっかで申し訳ないけど、ちょっと遅れたかも、ごめん。りょうたさんだけど、ありがとうございます。口元乾燥してきた。なんか新しいリップ買おうかな。レッドリップあってないんですよね。なんかめちゃくちゃ唇の皮めくれたりとかするの、リップつけると。単純にリップ全部が合ってない気がする。そう、リップ合わない結構ある。あー眠い、もう眠くなってきた。って言っても寝るの結局遅いんだよね。なんでなんかお風呂入ったりしてなんやかんやすると結構目覚めない。次6分30秒です。22時6分30秒で押してください。でも結構部屋も暗くしてるんだけどね。でもやっぱ洗濯たたない、たたまないととか洗い物しないととかなると結局遅くなっちゃう。さてサザビさんだけだ。私がもう眠いから今日ギブアップ、ごめん。いやもうほんとちゃんと定期的にやるから、もうちゃんとやるやれって言って。私がちゃんとドボンやんないのが悪い。またやりますね。
ドボン。最後にドボンした。やったね、いい終わり方した。はい、ちゃんと定期的にやります。以上、ありがとうございました。今日も見てくれてやってくれて。明日はどうしようかな、昼にメイクしながらでも配信しようかな。明日も自主練しようかなって思ってるんで、お時間ある方は見に来てください。ランキング見ます。ます。十三位クロケンさん。今日は会えませんでしたが、またドボンやりましょう。やりましょう。十二位香港のケーキアットマーク。七レンジャーアットマーク。ナトリドンさん。十一位ペロペロチーノさん。十位サザビさん。九位ポニ。今日も安定ポニーテ歌声かわいい。タイアリ僕と初日おめえさん。8位新ケザットマークナトリドンさん。7位ヤスンさん。6位ユキさん。5位ダイヤくん。4位マチャヒロさん。3位ロロさん。2位クニさん。オッケーアットマークナンバさん。1位リュウさんです。ありがとうございました。ということで見てくれてありがとうございました。こちらこそありがとう。28日に僕隊があるので2公演時間ある方ぜひ来て、私のファンの人を、私のファンだよってアピールしてください。どういうことって感じだけど、でもみんなが来てくれるの楽しみに待ってます。私もちゃんと初日が迎えられるように必死に練習するので応援しててください。それではおやすみなさい。ありがとう。明日はお昼くらいにやります。メイク配信です。